ちょっとこっち向いてもらって。構える。構える。構える。抜く。こうか。おお。そして天に掲げる。こうか。おお。ごめんね、ちょっともたもたしちゃった。これでゼルダを探しに行かなければいけない。女神の剣を手に入れた。神々しい光を帯びた神秘の剣。そしてここから先は承認完了しました。マスター、マイマスターリンク。一応そのファイさん自体がお月の人になるみたいなことなのかしら。もしやとは思うておったが、お前であったのかリンク。この部屋、聖なる剣の間に現れると予言された若者は、ここは伝説の女神様が我ら人間のために残された部屋だと伝えられておる。限られた者にのみ、口伝にて受け継がれる言葉とともにな。女神の剣、輝きしとき、大いなる災い、よみがえらん。しかして恐るることなかれ、我導きし和光度、聖なる場にその姿、現せり。数日前のことだ、長年密かにお守りしてきたその剣が、淡き光を帯び始めた。その光を見たときには、我が目を疑ったが、よもや己の代で予言が現実のものとなろうとは、夢にも思っておらなんだよ。口伝の通りだな。和光度を導きし者、剣より入れり。その者、幼き姿なれど、万物の断りにたけし存在なり。やはり人の口伝という伝達手段は信頼に足るものではありません。あなたの祖先が受け継いだ言葉から多くの情報が欠落しています。そうか、書物とかにできてないからね。伝言ゲームって難しいもんね。導きの剣を抜きし和光度、女神に選ばれし強き魂の持ち主なり。大いなる災いの影を晴らす定めを与えられた運命の子。剣の精を携え、雲を越え、空を下り、巫女と共に強き光で大地をよみがえらさん。この今いるところの下の場所をよみがえらせるという使命があるんだね。古文書にはね、スカイロフトよりもずっと広い大地と呼ばれる場所のことが書かれているの。言ってたやつね。マスターは我が創造主であられる女神様から託された使命を果たすため、そして巫女とゼルダ様と再び巡り合うため、遥かな地、雲海を越えたその向こうに広がる世界、大地に向かわねばなりません。しかし、我らにとって大地は禁断の世界、降りるためには眼下に広がる雲海を越えなければならん。だがあの雲は誰一人として通り抜けることが叶わぬ。どうやって行くんだいってことだね。なんだろう、なんだろう、石？石みたいな。本？本？石かな。それは地上へ降りるための道筋が記された石板です。それをこの部屋の台座にはめ込むのです。玉宝珠の石板を手に入れた。重い石で作られたかなり古いものだ。ちょっといびつな形してたな。マスター、まずは部屋の奥に飾られている紋章にスカイウォードを当ててください。スカイウォードとは先ほどマスターが剣を天井に向けて掲げられた時に刃に溜まった力のことです。スカイウォードを溜めた後、紋章に向けて剣を振るのです。
ちょっと、情報量が多すぎて。何をしろと。これを剣を振るのね。これこう違う。なんか、ちょっと情報量多すぎて、分かってないんだけど。あの紋章にスカイウォード当て、先ほどお渡しした石板をはめください。あ、天空に掲げなきゃいけないの。天空に掲げるのは何？こう、あ、こうね。で、当てるっていうのは、シャンピアっていうのね。あ、当てて、そして石板をはめると。石板、あ、はめるところがちゃんと出てきてくれて、ここに、はめると。あ、やっぱり、もうちょっとこう、合わさるものがあるんだね。いびつな形してるもんね。これで、下に行ける道筋ができましたよっていうことなのかな。マスターリンク？雲海を越えられなかったのは女神様の結界によるもの。その結界の一部が解かれ、マスターが通ることのできる進むべき道が開かれました。すでにファイはあなたをマスターとして承認しています。ファイは常にその剣に宿り、マスターと共にあります。今後はボタンを押してお呼びください。剣の妖精みたいな感じなのかな？リンク、大いなる災いの影が何であるのか、わしにはわからん。しかし、お前とゼルダが重き運命を課せられていることに間違いはなかろう。その、ファイというものの言葉が誠であれば、ゼルダは生きている。生きて、あの子も定められた自分の運命と向かい合っておるはず。リンクよ、運命に従えば、お前の身に何が起こるのか想像もつかぬ。だがそれでも、我が娘を、ゼルダを助けてやってくれまいか？今ここで目にした奇跡、わしに信じさせてくれ。頼む、リンク。荷が重いですとか嫌ですとかここで選べるわけなかろうよ。それは、任せてくださいと、言わせてくださいな。ありがとう、リンク。そうだね、パパがね、一番心配だもんね。そろそろ夜も明けよう。お互いに長き夜であったな。リンクよ、旅に出るにその服では少々心もとなかろう。鳥の利の儀で優勝したお前に祝いの服が届いておった。あれならば、長い旅路にも適しておろうよ。着替えてゆくがよい。そしてよく見る緑のお姿になるのですね。ピアスしてるんだね。それが今年の騎士団の服。最初にその緑を見たときは正直どうかと正直どうかと思ったのいやいや、不思議なほどお前によく似合うの、リンク。ちょっとよく見る姿になられたね。気をつけて行くがよい。町へ行き、旅支度を整えることも忘れずにな。わしは何ぞ、お前たちの助けになれるのか、自室で古書を改めるとしよう。何か用があれば尋ねてくるがいい。お前と、そしてゼルダの無事を女神様に祈っておるよ。ということで、これは話しても同じ内容かな。騎士長もお前の旅立ちを案じておったのでな、道場に寄って話を聞いてみたらどうかなと。ゼルダのこと頼んだぞと。というわけで、旅支度をしなければいけないんだけれども、そろそろセーブがしたいよ。
その緑の服、かっこいいね。どこから見ても一人前の騎士様だよ。校長先生から聞いたよ。ゼルダを探しに旅に出るんだって。本当に君はすごいよ。僕は大したことできないんだけど、これ頑張って作ったんだ。よかったら持って行ってよ。冒険ポーチを手に入れた。ポーチアイテムを入れておける便利な装備品。それは冒険ポーチといって、旅に必要な道具をそのサイズなら4つまで入れることができるんだ。アイテムが買えるから行ってみてねってことね。薬や盾なんかを買っていくときっと役に立つから。ピンク、きっとゼルダを見つけ出してね。そうかそうか。きっと戻ってきてね。で、こっちにも人いたよね、いるよね。あなたは、おい、結局お前だけ後頭部に上がれたのかよ、クソ。ゼルダはいなくなるし、バドさんは部屋から出てこなくなるし、まったく全部お前のせいだからな。これは、ラス、もう一人の人は見当たらない。じゃあちょっと、その、部屋から出てきてない人、セーバスは今そこにいるでしょ？こっちは、あ、出発するんかいね。当分ご飯はいらないんだね。気をつけておいき。たまには帰ってきて、ベッドでぐっすり休むんだよと、優しい言葉をかけてもらいの。こっちはトイレ。こっちは出ていくところになっちゃうから。ここかな？こっちかな？あ、ここだね。バドの部屋。出てこないけど、いるは、いるね。ゼルダ。おめえのせいだぞ。ろくに鳥に乗れねえくせに優勝なんかしちまうから。そう。こうなったらきっと、俺様がゼルダを助けてやるぜ。待ってろよー。しょんぼりしてる。かわいそうに。ちょっとこれさ、これさ、リンクの顔張ってない？もう。と、言いながら、あとは、校長とゼルダのお部屋が上にあるだけだから、このまま外に出てしまおうかな。よし、とにかくここで、セーブをしておきましょう。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。